した被害につきまして、さらに少し詳しくですね、JBA の谷村正次郎様に、お話をいただきたいと存じます。先生、お願いいたします。ただいまご紹介いただきました谷村でございます。今会長のお話にもありましたように、薩摩藩士が32年ここ妙高寺に寝泊まりして、水道学の伝承を受けたということでございますけれども、まあ、来年が150周年ということで、果たしてその32名の子孫がどこに今いるかということを、実は鹿児島の水道学連盟の方々に頼んで調べております。来年までに何とか分かるだけ探してみてくださいということで言っているわけでございますけれども、実はその32名のうち2名だけははっきりしております。1名は初代の海軍軍幕隊長、中村助船という方がおりまして、この人は、の子孫がお孫さんがですね、横須賀に住んでおられまして、5、6年前になるでしょうか、一度この妙高寺にも来ていただきまして、ご住職にもご挨拶しております。でその人は、まあ、あの海軍軍楽隊の隊長として明治36年まで勤務して、隊長の末に亡くなっておられますけども、もう一人西健道という方がおります。この方は、陸軍軍楽隊の初代隊長ということになっておりますけれども、この人は初代隊長ということではありますけれども、早めに辞めまして、鹿児島に帰っています。実は薩摩藩の軍楽隊はですね、1回できて1回鹿児島に戻って、でまた明治4年に、東京へ出てきてですね、それから、明治5年の2月に兵部省というところが陸軍省と海軍省に2つに分かれたんですね。でその時に軍楽隊が二分されたということになっていたり、そういうことを書いてある本もありますけども、これは絶対無理なんです。当時は楽器が一組しかないわけですね。ですから一組しかない楽器をですね、半分に分けてバンドを2つ作るなんてことは絶対できません。でその薩摩藩のバンドの大部分の隊員は海軍軍楽隊に明治4年の2月に移りました。で西健道以下数名が陸軍軍楽隊要員として、残されました。それで明治5年の秋にはフランスに楽器をですね、吹奏楽器一式を注文しております。これは当時の金でも莫大なお金だったんですけどですね、でこの楽器がいつついたかっていうのはちょっとまだいろいろ調べてるんですがわからないんです。ということでもって陸軍軍楽隊の方が海軍軍楽隊には若干遅れてできたのではないかと思います。でその西健道という方は、まあ、早めに辞めて鹿児島へ帰ったんですけれども、鹿児島でもいろいろと吹奏楽関係の仕事もやっておられまして、でこの方は大正13年の3月14日に亡くなっております。で昭和42年の3月14日にですね、鹿児島県の吹奏楽連盟そのお墓の前で墓前祭というのをやっておりまして、鹿児島の吹奏楽連盟のバンドがそのお墓の前でもって演奏会をやってるわけです。何しろもう50年ぐらい前でございますので、今の鹿児島の吹奏楽連盟の皆さんもほとんどその時のことは知らないんです。それで一人畑中さんという熱心な方がおられまして、その墓前祭の時の写真を見ましたらですね、大きな木の下に西健道の墓があったということで、その鹿児島市立の外墓地という大きなお墓があるんですけど、墓地があるんですけども、そこへ探しに行ったわけです。でいざ墓地へ行ってみましたらですね、すごい大きな墓地で大きな木がたくさんあるんです。ですから探しようがないわけですね。でそれでもせっかく来たんだからということでもって一生懸命探したんですけども、なかなか見つかりません。でそのうちに夕方になりましてですね、だんだんとこう薄暗くなってきたんで、さすがにちょっと寂しくなってきましたので、
あと一つ、あの木の下を見て、それで帰ろうということでもって見たら、なんとその木の下に墓地があったんです。西賢道と書いてあったんですね。それでそのお墓を見ましたらですね、そうしましたら、ごく最近植えた花が生けてあったそうです。それでは、このお墓を大事にしそうな方がしているんだなということでもってですね、ビニールの袋に名刺を入れて、こうこうこういうわけで、ご先祖様のことを、調べておりますのでご連絡くださいというふうに書いて入れておいたんです。そうしましたらしばらくして連絡が来て、で現在その西賢三という方の、鹿児島におられる遺族の方は分かったわけです。で実は昨年ですね、この妙高寺のこの催し物の時に、外務省から会計検査院に出向しております、山村さんという方がロンドンにいた頃、初代海軍が先ほどお話の出ましたペットのことを調べました。でそのことをちょっとお話した中にですね、西賢三という名前が出たんです。そうしましたらこのお客様の中にですね、西賢三の、ご子孫の経営の方がおられたんです。それで終わってからご挨拶いただきまして、私もお会いしたんですけどもですね、西賢三のひ孫の正人さんという方がおられるんです。その方が亡くなられて、その奥様とお孫さんがこちらへ来られて、ですからその岩村さんの話の中に西賢三というお話が出なければですね、多分その方も何度も出てこなかったんだろうと思うんですけども、その時はご主人が5年ほど前に亡くなってたんですけど、ご主人の遺灰を持ってこちらに来られてたんですね。それで遺灰を持ってきましたって見せていただきましたんですけどですね、そんなことだと本当に不思議な縁で思ってですね、西賢三の今川崎市に住んでおられるひ孫さんの奥様とお会いできたということです。でちょっとお伺いしたいんですけれども、この中にですね薩摩藩士の、ゆかりの方、ご子孫あるいは県民の方がおられましたらですね、ちょっと名乗り出ていただけるとですね、非常にありがたいでございますけども、本当にそんなようなことがありまして、全く不思議なことがですね続いてこういうことが分かりましたんです。で鹿児島の方でもですね、そういうことでもっていろいろと来年の110周年に間に合うようにいろいろ調べてくれるということでやってもらいますので、また来年はもっといいお話ができるのではないかと思います。でこれもって最初に、薩摩藩士を指導しました、でジョルヤンフェントに関しましてはですね、今日来られております秋山先生が非常に、丁寧に、調べておられますね。ちょっとヘントンの件を先生にお話しいただきたいと思います。先生お願いします。はい、ありがとうございます。ごめんなさいね、あと3分こんにちは、今お話があったように、どうして、来年でちょうど150年になるわけですがね、どうして鹿児島のサンダーが横浜に来て吹奏楽を習ったんでしょう。そこが不思議ですね。横浜だって東京だっていっぱい人がいたでしょうに、その人たちの名前でこの皆さんが持ってる楽器 は鹿児島の人が習ったね。それはまあ話が長くなりますから、もう話は詰めますけども、この人たちが使ってる楽器の、打楽器はですね、なんとオランダから最初に習ってるんですね。だからラッパは今のような立派なラッパではないですが、軍隊ラッパは横浜にいたフランスの軍隊から習ってるんですね。これは全て開港するかその以前から始まってることなんですけども、横浜が非常にこれが関係してくるのはなぜかという、例の生麦事件があったんですね。